第2回東方 M1 グランプリ往来てるよ。はい、どうもかぐやです。エイリンです。モコを対往来てるよです。よろしくお願いします。今言うことじゃないですよお客さん引いてますよねえ。モコ寝ください。モコ、はい、よろしくお願いします。言わなくていいですから。ねえ、やってしまったね。失敗したね。また引かせたね。いいですよ、もう反省しろよ。いや、お前だよ。私か。お前だよ、本当に。いや、でも大変だったんですよ、今朝。あの、モコ。まあまあまあ。軽く蹴散らしてここに来たんですけどね。まあまあいいでしょう、それは。漫才頑張りましょう。まあそうですね。実は今日はね、皆さんに言いたいことがあるんですよ。お、何ですか？こんなこと言うと、また私のファンが急増すると思うんだけどね。お、何か発表するんですか？実はね、最近すっごく。はい。お金がない。恥ずかしいな。それじゃあファンは急増しないですよ。織田裕二、懐かしい。そう？魔界入りしてる。お客さんはほとんど知らないですよ。でもね、お金がないのよ。毎月お小遣いをあげてるでしょ。少ないのよ。でも今は永遠亭を工事中だからお小遣いも出せないんですよ。わかった、じゃあ働く。え、自分の小遣いは自分で稼ぐ。ダメでしょ、お姫様ですよ。働いてみたいのよ。エイリンお願い。いや、ダメですよ、やっぱり。そう言うだろうと思って何件か面接に行ったんですよ。すでに？でもね、ことごとく落ちちゃうのよ。そんなに働きたいんですか？働きたい。じゃあ今回は特別ですよ。本当に？ありがとう。でもね、なんで落ちちゃうのかな。あー、でも大体原因は絞られますよ。何ですか原因は？言葉遣いね。言葉遣い？おう。あなた敬語とか喋れないでしょ。おいおい、誰が兄弟だ。言ってないよそんなこと。敬語なんか喋れるわよ私。そうなの？あと服装。服装。身だしなみとかあなたちゃんとしてますか？きっちりしてますよ。本当？きっちり弁慶に扮してますよ兄弟。きっちり弁慶で面接に行ったら何やつってなりますよねえ。あと写真とかちゃんと貼ってます？写真はバッチリ貼ってますよ。ああ、そうですか。この間撮りに行きましたよ。ああ、いいじゃないですか。ゲーセンにプリクラ。ねえ、大丈夫大丈夫、3人写ってる。なんで3人なの？他2人誰です？テイとレイセンとエイリン。あなた写ってないじゃん。関係ないじゃん私は。やっぱダメか。ダメよそんなの。32分割は超小さくない？切っていいかじゃん。ダメ？ダメよ。ちょっと待って、その履歴書大丈夫ですか？と思ってね、今日履歴書持ってきてるんですよ。あ、そうなんですか。チェックしてもらおうと思って。ああ、いいですよいいですよ、チェックしましょう。ちょっと待っててね。はい、これね。はい。ちなみにこの履歴書で、この間マクドナルドを受けに行きました。マクドナルド？あれ接客笑顔大変ですよ。いや、ものすごくいい笑顔するわよ。どんな笑顔？いらっしゃいませ。笑顔じゃない。ポテトは何本すか？何本ですかって何？本単位で頼むんだ。うん。でね、これがその時の履歴書。はいはい。じゃあ上から読んでいくからチェックしてよ。いいですよ。はい。まず氏名。氏名。蓬莱さん、かぐや。はい。月の暦、2011年5月5日生まれ。去年1380歳。いや、死んでるよ。え？いや、そこ去年じゃなくて万。あ、万1380歳。あ、万か。そうですよ。万ね。うん。次、性別。うん。万。いや、そこ万じゃなくていいよ。え、マンって言ったじゃん。そこは女に丸を書くだけ。そうなの？そうです。はいはい、じゃあ次住所。はい、住所。幻想郷。大雑把だなそれ。幻想郷も大変疲労ございましてね。うん。どこなの幻想郷の？2105室。わかんないよ。2階の角部屋か。風呂とトイレは別。は？冷暖房完備。は？3万でどうですか？誰なの？不動産屋か。しかも安いし。ちょ、さっきからあなた。何です？ペッペペッペ、ツバが飛んでんのよもう。そりゃ飛びますよ。もうヘイリン汁が。ハンカチ。はい、もうエイリン汁ゲットだぜ。ポケモンみたいに言うなよ。懐かしいな。また角部屋、角部屋。いや、届かないじゃんこんな郵便物が。幻想郷2105室じゃ。まあはい、調べて書いときます。ちゃんと書いてください。じゃあ次、学歴。はい、学歴。上限8年3月、伊沢宵中学校卒業。なるほど。同年4月、月の都一の進学校、伏町高校入学。おお、名門じゃないですか。失敗。落ちたの？書かないでよわざわざ。同年4月、私立立町高校いやいや入学。いやいや。4年後無事卒業。ダブってるよそれ。4年は無事じゃないわよ。ごまかすごまかす、そこはごまかすね。そう。次、職歴。職歴。これなし。はい、なし。次、逮捕歴。書かなくていいよそんなこと。何をしたの？2005年12月、永遠亭の月の都万象店で。ああ、あったわね。盗んだバイクで走り出す。どういうことなの？
バイクで走り出すの。次、資格。資格。はい。古物商取扱いあり、蓬莱流華道の継承資格あり。なるほど。でも私に彼女を幸せにする資格なし。ノイローゼか。誰？誰ですかあいつって。そりゃね、私ほっといてよ。一人じゃ生きていけないでしょ。こっちのセリフよ。いったー、お姫様叩くかね。はい、次次次。特技。特技。蹴鞠。うん。弓道。うん。剣道。おー、すごい。観戦。やれよ。見てるだけ。次、趣味。趣味。昆虫採集。変わった趣味ですね。推している人採集。どんな趣味。現在20人採集。誘拐。書かない、そんなこと。好きなスペルカード HJ。 ん？蓬莱の樹海。好きな学科 HR。 ホームルーム。好きな鉛筆 HB。 いや、何を言ってんの。矢心エイリン。私エッチ。こらなんであなたの履歴書にエッチって書かれんのよ。でもね、最後はちゃんと書いてるよ。何を。本人希望欄、うん、休みは週7日でお願いします。働く気ゼロじゃん。ねえ、もう姫様の履歴書にお客さん全員引いてますよ。反省しろよ。お前だよ、いい加減にしろ。どうもありがとうございました。皆さん、グッドボタン、チャンネル